皆さんこんにちは、三遊亭キュートです。令和6年6月6日、なんと阪神は楽天に3連敗で、最大貯金7あったのがこれがゼロになりました。ゼロということはオーメン666、オーメンダミアンだ。なんという不吉な日になったんでございましょうか。なんと甲子園で6連敗という不吉な日となりました。西勇輝がですね、2点取られちゃったもんですからね、今の阪神はもう2点しか取れないんでね、もうこれでもう引き分けにするしかないわけですよ。ところがまあ3回の裏にね、この西勇輝が自らパーンとタイムリー打って1点差に詰め寄ったんですよ。いや、これはまだわかんないな。4回の表に2アウト2塁からボテボテのピッチャーゴロを西勇輝弾いちゃって、焦っちゃって1塁に大暴投しちゃったもんですが、それで点取られちゃってね、あ、これはもう終わりだなと思ってたらね、すぐにですね、ピッチャーの藤井にプロ入り初ヒット打たれて追加点取られて4対1、もうこれでもう今日はおしまいですねという感じになっちゃいました。しかし楽天の方からするとね、なんて阪神のバッターってちょろいんだと思っちゃいますね。いや、なんかね、ボール球ばっかり振ってんのよ。で、いい球は見逃しちゃうとか、なんなんだみんな。おい、どうしちゃったんだよ、こんな低めのクソボール。お前、サトテルじゃないんだから、それ振りまくって。もう、ね、高めのボールも打っちゃってね。これもサトテルじゃないんだから、何度も言うようだけど。どうしちゃったの？もう4安打ですよ。その4安打の西勇輝1本打ってるから、もう3本しか打っていない。もう、本当もう勝てるわけないじゃん、というね。どうすんでしょうかこれはという感じですね。これはもう救世主がね、出るしかないんですけれども、なんか今日ね、ノイズイと井上を一軍に上げるということだったんですけど、こう見送ったんですね。さあ、これ誰が来るんでしょう。いや、ノイズイはね、来てもしょうがないと思いますよ。井上はいいですね。井上とあの豊田がいいんですよ。今日も3本打って、昨日が4本打って、その前が2本打ってますから、今調子いいですよ。もうこの豊田を初めて1軍上げて使ってやってくださいよ、お願いしますよ。今上げて使わないといつ上げるんだっていう感じになりますから、豊田を一つよろしくお願いします。貯金がゼロになったことに対して岡田監督は、ええやん、明日から開幕やん、おーんとか言ってましたからね、もう前向きですよ。ね、もうこれも頼りになる。とにかくね、もう岡田監督を信じてみんな応援しましょう。明日から開幕ですよー。